こんばんは、ふーもふさんとかぜなんです。本日もよろしくお願いします。今日からニュートピア2やっていきます。1はクリアしてもう動画アップしてると思うんで、そちらを見てからこちらをやった方が、プレイ、見ていただく方がいいかもしれない。どうなってるかわからない、続編なのかどうかもわからない。オープニングの BGM は一緒ですね。なんかオープニングムービーみたいなのあるかね。ああ、ここはこういう感じか。じゃあ、いっか。OK。じゃあ、普通にスタートしましょう。名前、来たね。名前付きなんだ、今回。じゃあ、モフさんできますか。モフさん。何この俺様を倒しに来たの誰だお前。アルドゥークのチップ。勇者、フレイ。なんかフレイって聞いたら前作の主人公じゃねえか。人間ごときがこの俺様に勝てるか、ふふ、語っておる。マジでフレイなんだ。いきなり？いきなりかよ。あれ、即死なんだけど。いや、死なないでフレイ、フレイ！いや、急すぎでわけわかんねえ。夢か。モフさん。お父さんがあなたを、親父がフレイなんだ。なるほどね。あとの父さんが魔物に。あ、夢だったのね。でもなんて不吉な夢を見たのでしょう。もしお父さんのみに何かあったのでは。一年前、ニュートピアの各地に突然迷宮が現れ、悪の復活の噂に人々は怯えたのです。おう。また新しい迷宮ですか。お父さんは悪魔復活の真相をつかむため、ニュートピアの平和を願って、ユリウスの神殿へ旅立って行きました。しかしそれ以来、お父さんから何の便りもなく、誰もお父さんを 見た者はいません。それに最近各地で魔物たちが暴れている噂を聞きます。モフさん、あなたに何か伝えるためにお父さんが私にあんな夢を見させて、たのだと思います。あなたはお父さんの血を引く勇者です。どうかお父さんを探し出してください。きっとあなたが来るのを待っています。そしてお父さんと共に再びニュートピアの地に希望の光を取り戻して灯してください。お願いします。モフさん、この魔法のコンパスを持ってください。私はお父さんからのこのコンパスが迷宮の中で魔物が持つ宝物の場所を指し示してくれると聞きました。あれ？地図じゃねえのか、コンパス。宝も指し示してくれるの。もし迷宮の中で迷ったら、このコンパスに従って進みなさい。モンスターは魔法のコンパスを受け取った。また外の地図はねえのかな。モフさん、まず東のユリウスの神殿を目指しなさい。お父さんの手がかりが何か見つかるでしょう。どうか体に気をつけて、あなたがお父さんを見つけて戻ってくる日を楽しみにしています。いやー、喉がガラガラだな、今日。ちょっとお待ちください。オッケー、行きましょう。すごい。いきなり早いとこいっぱい。今作は早いとこいっぱいあるんだ。一つのとこ。お、じいさん。前作に続いて登場。私は親切のじいさんじゃん。旅の支度を整えていく。ああ、まあ、似たような気もするけど。爆弾。
本作もありますね、爆弾。閉じてくっくり。まあ一緒ですか、この辺は。爆弾装備してねえ方がいいんだよ。使っちゃうんで。しかもアイテム見たら、すげえ今回持てんぞ。いやー、前作7個しかなかったのに。今回はボリューム大だな。オールドアイテムはこの4つ以外に上がるのかね。それも気になるとか。コンパスがくるくる回ってるのか。え？場所刺して、あ、中だからか。モクさん、お父さんを探しにユリスの神殿に行くのか。ユリスの神殿はラプールの町に、町があんの？このロアの村とラプールの、ここが村なんだ。東の岬にあるラグスの洞窟で繋がってるんだ。いや、ちょっと今回会話が多いな。モフさんのお父さんのフレイは昔悪魔からニュートピアを救った英雄だ。お、そうだ。でも今はいない？ニュートピアの人たちは悪魔復活に怯え、英雄フレイが帰ってくることだけを信じて生きているんだよ。フレイの血を継いで、モフさんがクリアするんです。いやいや、ちょっと待って。いや、今回入るとこ多すぎだろ。これ村扱いなのか。だからか。噂では昔、君のお父さんが倒したはずの悪魔がニュートピアのどっかで復活したらしいぜ。ん？ラファエル？魔物が暴れ回っているのはそのせいなのか。いや、ラファエルはもうやりたくねえぜ。地味に強かった。あなたの持っているコンパスは、うちのじいさんが作り上げて、あなたのお父さんに差し上げたものですよ。そのコンパスは、迷宮に隠された宝物の場所を指し示してくれるんですよ。薬やね。まず200つんだな。50ぐらいでいいな。爆弾や。ん？ちょっと待って、今回斜めに攻撃できんのか。斜め攻撃できんだ。モッサンのお父さんは伝説の剣士、マルドゥークの血を引くユーセル。父さんさえいれば悪魔復活の噂なんて吹き飛んでしまう。一体どこへ？心配だわ。父さんを探しに旅に出るのかい？親子だね。血は争えないね。東のラプールの町の人なら英雄フレイを知らない者はいないよ。ラプールの町にとりあえず向かえばいいの。これはおそらく最後の家だ。お、パスワード屋だ。一緒ですね。レズイラバカアビー、エビロール、長いな、パスワード前作より。こんなに長くなかった気がするの。絶対パスワード入力しねえ。足遅えな、相変わらず。来たな、ヒゲドン客。あ、一緒だ。前作一緒じゃない、これも。ちょっとアレンジかかってる。
家がある。今回も隠し家とか探さなきゃいけないのか。敵を全部倒していくか。魔法がねえか。東にあるラグスの洞窟を抜けてラプールの町によく出かけたのに、溶岩のために遊びに行けなくなってしまった。ああいう溶岩を押すと何かある可能性がある。階段かな今回は。やはり毛布さん、お父さんの意志を継いで、そなたも冒険の旅に出るのじゃ。悪魔復活の兆しがあり、ニュートピアの各地に突然迷宮が現れたのじゃ。その一つ目のトムールの迷宮が西にある。西なんだ。ってことはコンパスの西を指してるのか。いや、くるくるだな。くるくるじゃねえけど。石の下には時々人はすな、さっきのね。うん。OK。石を押すことで階段が現れる仕掛けになった。外の魔物をやっつけたら石を押してみる、こっちの。OK。よいしょ、すいません。いや、西の、西行ったらもう、ダンジョンだけど行っていいのかな。これ爆弾じゃね？いや、今作は普通にありそうだな。やはり。一つしかなかったねな、前作は。めちゃくちゃ大変じゃん、今回。迷宮の中にはさらに強い武器や防具が隠されているらしいぜ。一層見てみたいもんだぜ。それに迷宮の中には爆弾で壁を壊してあり、隠し部屋が、隠し通路があるらしいぜ。隠し部屋のありかはクリスタルの地図には映し出されないんだぜ。またそういうパターンか。大変だな。壁画のある壁は爆弾で壊すためだ。いや、ヒーロー。もう、マジで、フィールドの地図が欲しいよ。ルイージ。迷宮の中の閉じている扉は魔物をすべて倒すかブロックを押すと開く仕掛けになっている秘密だよ。あ、ピーチ姫。迷宮に入ったらまずクリスタルと鍵を探すといいよ。あとはコンパスの導きと地図を頼りに進めば魔物を持つ宝物にたどり着けるはずだわ。わあ、今回 NPC の数が多いのかもしれないね。前作はほとんど同じ顔のばっかだったよ。眼帯のやつ。出た、あの上矢印。ああ、迷宮だ。あったわ、1個目。でもいけねえな。いやー、あれは倒すの大変だな。あ、これ。みんなこっちだ。てんてててて。
なるほど。下に行けるのか。東も生きてんだよな。金のゴールドしか落としてないもんと。銀のゴールド落とさないもんと。金が50だ。いや、しかもドロップ率かなり悪いぞ。モフさんじゃないか。いいこと教えてあげるよ。迷宮に入ったらまずクリスタル探すといい。うん、一緒だね。クリスタには迷宮の地図を指す力があるんだよ。でも使ってもわからない隠し部屋もあるんだよ。大体同じようなこと言うんだよ。何これ、やつじゃねえのかよ。あと、オッケー。おお、階段。迷宮には必ず鍵が隠されていて、その鍵を持っていないと魔物のボスの部屋に入ることはできない。一緒だね。全く一緒だね。まあ、あとダンジョンのギミックがどうなってるかによる。前作と全く一緒なら、だいぶ手抜きだな。来た、パスワードや。前回はこのタイミングでミニの成分を使ってました。おそらく大丈夫だと思うけど、セーブデータが消えると怖いって。見に電源落とすのに、そのまま電源切らないといけないから怖いんですよね。なんかそういうボタンを押しながら電源切ったりとか、電源切るメニューがあったりとか。なぜか電源そのまま切るんです。大丈夫、どうぞここで休んでください。ああ、これ回復やだ。オッケーオッケー。上行ったらダンジョンじゃん。クリスタル。ああ、なるんだ。もうダンジョン。お、あったよ。お、修行僧か。ほっほっほ、わしは命の、来たー、修行僧。よーし、しゃーしゃー。ハートを一つ増やして、頑張るのじゃ。いやー、ありがとう。そうじゃって、わしの中に力の需要素というのは、それは爆弾でしょ。どうせ爆弾でしょ。よし。では、第一の迷宮、行きましょう。なんだ？あ、ビジョン違うね。怖っ。最初だからそんな難しくないでしょ。
レーザーが普通にボスで死んだけど。火がともって、下にもともってときに立てるのか。爆弾。とりあえずクリスタルが欲しいね。これか？よーし、クリスタル。で、地図になる。OK。うわ、広いなぁ。いや、広いね。あと必要な鍵と、あと装備が多分1個。全部倒すのか。なんかある感じ。飛んでる時も当たるんだ。今回爆弾が出やすいかな。あんだけ出るってことはどっかで使えってこと。来たね。あれはパスワード屋のとこまで飛ばして一番近く。これ倒さねえ。ダメかな。今作も敵を倒してからじゃないと岩が押せないはず。まあそうだ、これ。いや、だいぶ攻撃しやすい気がするな今作。何が原因なのかわかんねえけど。だから。モスさん、鍵を手に入れた。OK。で、あと装備だ。どうせ全部回ることになるんだ。食らっちゃった。いやー、ありそうな気もするけど、10回ぐらいやってみるか。ないよな。なんもない部屋とかだったらあるかもしれない。行き止まりの部屋と。爆弾あるの？こんだけ試せって言ってるかもよ。よし。よし。いや、広いね。お、じいさん。やはりいるんだ。東のラグスの洞窟を歩けるようにするため、悪人の聖杯を求めてきたのじゃ。船にも魔物に取られてしまったのじゃ。なるほど。いや、結局、クリアしねえんだね。あなたが魔物を倒し、悪人の聖杯を手に入れれば、この鎖も外れるじゃろう。さあ、右の壁を壊すのじゃ。お、来たか。お、来たか。今回やけに親切じゃん。あれ？もうボスじゃねえけど。ちょっと待ってよ、全部回ってねえよ、まだ。いやー、先回った方がいいよな。絶対装備あるもんな。
関連も。もう話したくて。ちなみに、この上がボスで、多分倒したら左に行ってアイテムゲット。下とか、行けたりすんのかな。ないか、さすがに。ないか。じゃ、戻るしかねえ。いや、俺でノート話したのか。なるほど。前回と一緒だ。これなんかさ、フォーマットないんだ。なんか会話のスピードを上げたいんだけど。うわ、相変わらしもか。よし。いやー、しかも薬買ってねえけど大丈夫かな、今回。大食い行ってないんだ。ああ、今回もいるんだ、こいつ。変な動きすんの。よし。お、100ゴールド。あんなのあるんだ。悔しいな、ここ。ってるからねえか。うわ、その動きは読めねえ。お、来た指輪。しかも今回1個以上持てるんだね。了解。こっちから行くか。ここつながってんの。ライフが地味に減ってきてる。いや、来てるよな。少々お待ちください。
をあげてました。いや、はいはい、もういいか。モフさんは聖堂の鎧を手に入れた。来たね。青い、やはり青い。そしたらもうあとはボス行くだけだ。いや、まあ死ぬ可能性はあります。ライフが減ってるんで。お、来た来た来た。よし。あれ？もう一体。よし。よし。オッケー。エビに炒め。よし。いや、怖えな。怖えな、こいつ。よいしょ。4発。いやー、もういいよ、同じこと言わなくて。何今ピヨッとと倒してからじゃないと分かんないんだよ。さあ、オッケー、マックスありがてえ。金520。よーし。誰だ、俺の眠りを邪魔するのは。フレイという男を知らないか。だと、うん。今日はうまい飯にありつけそうだ。そうだ。いや。うわ、動き早っ。待って、これ、こう、しかもなんか、ラグってんだけど。あったのかよ、これ。いやー、魔法がねえんだ。あ、どこでもいいんだ。選びましょう。いいなこれ。もうああいう戻ってくるのが嫌なんだよ。やべえ、勝てねえ、勝てねえよ、いきなり。バカな、なぜ私が人間ごときに勝ったらしい。とは言って。ああ、よかった。モクさんはジャイアントウォンを倒した。モクさんの命の力一つ。オッケー。サンキュー。いやー、モクさんあんな速いのね。こんな遅いからの動きを。アグニの聖杯手に入れた。ああ、今回はもらえるアイテムが違うんだろうね、多分、それぞれ。神殿？あ、外に出るだけ。あー、微妙に違うね、やっぱいろいろ。
今回一つのマップで全部かな。わかんないけど、どうなんでしょう。てててて。行ってない。行き止まりか。いや、とりあえず薬とかを買いたいね。600もと思ったよ。でででで。でんでんでん。いいね。激しいね、ドラム。右なんだったっけ、うん、てん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 。すげえ金たまんな。死んだら半分になるんだ。前作のストレスを改善してくれてる。薬買いに行こう。確かこの下？ここだったっけ？ここじゃねえ気がするな。あってなってた。ちなみに最初のとこってバスワード屋だったっけ。自分の家だから違う気がするけど。違う。回復だ。あれ、バスワード屋いなかったっけ、ここ。覚えてねえな。こいつか。ドゥン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 。じゃあ東行ってみようか。いや、ハイカータコは難易度だけや。魔法はねえと無理だわ。早く魔法をくれ。このゲームは魔法ゲーだろ。私はラプールの町から来たんだけど、東にあるラグスの洞窟に溶岩が流れ、帰れなくなってしまった。行けるよ。兄さんが私の帰りを待っているのに、どうしよう、早く帰りたい。じゃあ、ついていくかい？BGM 変わった。別マップ扱い。いきなりルイージいる。ハグに寄せ合いを手に入れたって、早く右のマークの地
待ってください。わーい、これでまたあの、プールの字いけるぞ。ちょっと待ってね。下行ってないんですよ。いやー、BGM は、はんの、はや。まだ1個しかダンジョンクリアしてねえで。団地もすげえ気になる。何のための団地で。狭いな、ここで使うのかよ。よし。西にあるトムールの名家の近くに偉い修行僧が行っていった。まあいるっての教えてくれるのはありがたい。あ、これ全部回ったね。OK。では行くか。洞窟を抜けて、ラプールの街。正解を始めてやがる。使えばいいの。おお、来た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 。完全に溶岩なくなってるよ。すーげえな、この力。そして残るんだ。また他で使う場所も出てくる。ちなみに使っても使えないで。僕はいいな、相変わらず。お、来た、ラプールの街だ。いやー、下はどうだ。いやー、先町行ってもいい気がするな。広い。あ、行き止まりだ。町しか行けねえ。オッケー。すげえ、本格的に町じゃん。前作なかったの埋めてくれてるわ。ラプールの町じゃ。おお、そなたが英雄フレイの息子なのか。そなたの父フレイ様は昔ユリスの神殿のララン姫を悪魔の手から救い出したニュートピアの英雄なのじゃ。
たね、ララ姫。ラプールの町にはユリスの神殿があります。神殿はニュートピアのシンボルなのです、うん。ここにあるのか、神殿が。なるほど。ターナ様がお母様の意志を継いで司っています。でも最近ターナ様をお見かけしないのです。噂では体を悪くされたらしいのです。ターナ様のことが心配でなりません。いらっしゃい。2ボタンで投げてまたその場所へ帰ってくる。ブーメランは一度に一つしか持つことができないんで、だから大事ですか。いや、分かったけど、これ消耗品なの。来た、ブーメラン。なんで2つあるのか、すげえな、さっき。吉って書いてあるのもすげえ気になる。パスワードや。セーブしとく。ちょっと待って、指輪持ってた。フレイの息子さん立派になってその目の輝きお父さんとウリフタッで、フレイ様は悪魔復活の真相をつかむためユリスの神殿のターナ様に会いに来られましたよ。ターナ様に会えばフレイ様のことが何かわかるかもしれません。でもターナ様は病気らしいですよ。君のお父さんのフレイを尊敬しているんだ。だって一人でニュートピアを守ったんだ。僕もフレイのような立派な男になるんだ。でも最近英雄フレイが魔物に倒されたという噂を聞いたんだ。そんなの嘘だよね。本当だよ。一撃で殺されてた。あんなのに勝てんのかよ。息子は。ダンジョンもしかして。敵はいなそうか。そなたが本当に英雄フレイの息子であるならどうなか。ターナ姫、助けてください。町を出て南へ進むとシャムフールの迷宮があります。来たね。二つ目の迷宮。この迷宮に眠っているマニプーラの役と伝えるターナ姫の役。おう、これで病気になるのか。ここを開けてくれ。はターナ様の部屋。ターナ様は病気のため誰も通すことはできません。マニプーラの薬草を取ってこいと。だから今回はちゃんとしっかりしてるな。集めるだけとかじゃない。
こっち行くと先に進みますと。てんてんてん。と、人誘い。お誘い。長い間マルドゥークの主力勇者を待ち続けているおじいさんがいる。何でも8つ並んだ石の下に住んでいるらしい。お、そういう石があったら 1,2,3,4,5,6,7,8 ここか。早速見つけたまあどっか開くんでしょ。モッサン様、来たー。やっちったなー、モッサン様。お待ちしておりましたのじゃ。そなたのうち、フレイ様からのことつでじゃ。そなたに炎の強さ、来たー、魔法来たー。伝説の剣士、マルドゥークの中級さんの方が使える魔法の強い人じゃ。いや、一個しかねえだろ。この炎の強い炎の自在に操ることができるじゃ。そなたの命の力があれば、上がればその炎の力も上がるのじゃ。じゃがその炎の杖も海の中では魔物にダメージを与える力をなくしてしまうのじゃ。忘れてはいかんのじゃ。なるほど。はい、常時装備の大魔法でございます。来たね、フレーム一緒じゃねえかよ。体力なくなると弱くなる。気をつけないと。いや、強いよ、今回。斜めにも飛ぶからね。じゃあ、まだいけねえか。よし。炎の杖の炎でよく燃える木や、あ、そっか、木燃えるのか。導入石があるんだぜ。燃やした後に階段がある。左の2本の木を燃やしてみな。OK。なんもねえじゃねえか。燃えるのかって。これ持ってみたらなんか進展がある。ねえし。いや、燃やしたよ。燃やしたっつ。こっちか。ここ。西のシャムフールの迷宮には万病を治すワニプールの薬草があるのじゃ。ここから西なんだ。
いいね、タバコ吸える。これで一個じゃん。右にある階段を登って南回りに西に行く。ああ、そういうルートなんだ。へい。迷宮の中の閉じている扉は魔物をすべて倒すかブロックを押すと開く仕掛けになっている秘密だよ。これは知ってる。いや、めっちゃあるな、階段。魔法の翼を使えば迷宮の中にいても最後のパスワードキーとかして一瞬にして戻れる。よし。いや、なるほど、そっちに行けと。魔法の指輪には不思議な力があると聞いたと。魔物を弱い魔物に変えてしまう力。一緒だね。あら、戻った？じゃあもう行くしかねえのか。鍾乳石扱った。ああ、変わっちゃった。なるほど、ライフが一つ変わったのか。西にあるシャムフールの迷宮の近くに偉い修行僧が、ああいるんだ。オッケーオッケー。鍾乳石の下に住んでいる。一緒じゃねえかよお前と。たくさんのものを運べる術を知っているそう。たくさんのものを運べる術を。爆弾じゃねえのか。いやー、もうさっき殴ったじゃねえかよ、チキショ。なるほど、近くに行かねえと正体現せん。西のシャムウルの迷宮には聖堂の剣と盾が隠されてるんで、迷宮ツップマーク探してみるといい。いや、ちょっと偽物だな、僕。すーげえ金落とすのね。斜め攻撃を次だよ、今回。これか？来た、いた。ふっふっふっ、よく来たの。わしは力の修行僧じゃ。二つ目の迷宮の戦いに備えて爆弾も四つ持てるようにしてやろう。頑張るのじゃぞ。やっぱり爆弾じゃねえかよ。あ、そうじゃった。旅の途中、わしの仲間やったらよろしくの。当然のように爆弾じゃん。
8個が12個になったから。ありがとう。ありがとう。あとパスワードやろうと思います。かな？あんね。よし。全部倒したバッグ。いやもう、近くに行かねえと。よし、いた。いた。よし。じゃあ、今日はここで終わりにしよっかな。うん。ここで終わりにしますね。次回ここから多分すぐダンジョン上にあると思って、やっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。